韓国のムンジェイン大統領が今日、就任2周年を迎えて対談番組に出演する。ムン大統領は、就任して初となる国内メディアとの放送対談を通して、就任3年目の構想を明かす予定だ。ムン大統領は9日午後8時30分より生放送される。 文字イ院政権発足2年 KBS 特集対談大統領に聞くに出演する。なお同番組は、大統領府とこはる祭で80分間にわたり進行される。